はい、皆さんこんにちは、 KYC ヒデです。今日は、左右非対称の眉を調整していく方法についてお話しさせていただきます。まず分析するポイントが5つあります。1番目、眉頭のスタートの位置を合わせる。ここがですね、高さが、段差になっている方が非常に多いです。眉頭の高さを合わせる。それから2番目、眉尻の方向ですね、左と右との眉の眉尻の方向が、片一方が高くて片一方が低いという、そういうような方も多いです。で、3番目はそもそも眉のデザインが左と右で違う。例えば左側が丸みがあって右側が角張ってる、こういう非対称のデザインの違いがあります。それから4番目は眉の長さですね、長さと太さ、眉頭から眉尻に向かうラインの長さですね、これが左右違うということです。もちろん太さも違えば、このイラストのようにかなりね、ちょっと極端に描いてますけども、非常に、バランスが悪く見えます。で、5番目は眉の濃淡ですね、右側の向かって右側の眉の方がかなり黒く見えます。左側は薄くなります。こんな風にして、左右の色の濃淡によってもバランスが非常に違います。この5つのポイントを、気をつけながらご自身の眉を調整してみてください。